少し変わった小さな島がありました。人の行き来が少ないその島で、突然オーロラのような光が現れます。これには島の人たちも大騒ぎ。噂はあっという間に海を越え、一人の商人の耳へと入ります。興味を惹かれた彼女はすぐにお供を連れて島へと船を出すのでした。二人とも、もうすぐ着くぞ。と、寝てたか。さっきまで楽しそうに外を見てたんだけど、急にね。ごめん、寝ちゃってた。慣れない船旅で疲れたかな。少し寝てるかい？うん、平気だよ。すごく楽しみ。じゃあ、支度をしよう。ここが噂の島か。思ったよりいいところじゃないか。初めて来るところはワクワクするね。こっち側に来たのは私も初めてかな。ここ、お姉ちゃんはこの島に来たことあるの？ずいぶん昔だけど、あまりいい思い出はないかな。ビビと一緒ならきっと楽しい。見てごらん。あ、すごい。島も私たちを歓迎してるみたいだな。大丈夫です。また後でね。後で一緒に散歩しようね。わかった。あのおてんばをよろしくね。とりあえず近くの村まで行って話をする。話が合えば今日はこの島でゆっくり過ごそう。やった。エスコートを頼めるかい、ビビ。任せて、ロロちゃん。準備ができたら出発しよう。おっと、悪いやつだな。人には手を出しちゃダメだと教えてやらないと。腹の立つやつ、ぶったたいてやれ。
仲間にも伝わればいいがな。先へ進もうか、ビビ。見て、綺麗だよ。楽しそうだね。ビビを連れてきてよかったよ。観光地にするにはモンスターが一番の問題になりそうだな。ちゃんとしつけてやらないとな。かっこいいぞビビ。それにしても変わった島だな。見たことのない生き物だらけだ。うわ、物騒だな。モンスター対策だろうけど、ちょっと雑じゃないか？急いで作ったみたい。ちょっと怖いね。島の外から来ました！商いなどをしているロロと言います。よければお話をさせていただけませんか？魔女？何やら勘違いされたようだぞ。威圧感がないように男は連れてこなかったんだがな。私の刀が怖かったのかも。邪魔にならないようにその辺にいるね。お店でも見て回っておいで。村の中はとても静かでした。不思議なことにお店は空っぽで、みんな家の中に閉じこもっているようでした。楽しみにしていたので少し残念です。通り過ぎる家々の窓から視線を感じます。あまり歓迎されていない気がして悲しい気持ちになりました。ふと村の反対側から二人組がやってきます。他の人たちとは様子が違いました。あれ、こんなお嬢ちゃんいたかしら。はい、はじめまして。島の外から来ました。他のみんなは海の方に。ちょっと待って。
そんな感じです。そうだよね、綺麗だもんね。私ターナっていうの、よろしくね。リビです、よろしくお願いします。うん、いろいろ案内してあげるよ。ありがとう、ホサイ。何があったんですか？あの、私と一緒にいた人は？大事なものを取られちゃったのかな。任せてください。
ビビは崖の下に落ちてしまいました。どうしよう。わけもわからないまま、知らない森で一人ぼっち。急に怖くなって、ビビは胸が苦しくなります。平気かな。抜け出せることを祈って、ビビは獣道を進むことにしました。気をつけないと。
オーロラ、こんなところでも出るんだ。綺麗。なんだろう。
あたりはもうすっかり暗くなってしまいました。暗すぎてこれ以上は無理かな。焚き火跡を見つけたビビはここで夜を明かすことに決めました。Thank you.